それではただいまより、次年度会長予定者所信表明に移ります。令和4年度、日本 YEG 会長予定者、福井県連、沢江 YEG、西村明宏君、専務理事予定者、奈良県連、奈良 YEG、中村守君、よろしくお願いいたします。 皆さんこんこにちはただいまご紹介いただきました令和4年度日本証会議所青年部専務理事予定者の近畿ブロックは奈良県連奈良 YG より出向させていただいております中村守と申しますどうぞよろしくお願いいたします <laughs> えさて皆さんいや ちょっとと関西弁でささせてていいただければと思いますさて皆さん、いよいよこの時がやってまいりました。私、ですね平成17年度に奈良 YEG に入会をさせていただきまして、当時24歳だった私も、たくさんの先輩方、そして仲間に支えられ、そして育てられて、ここまでやってまいりました。平成28年から日本商工会議所青年部のほうに出向させていただきまして、主に、 政策提言畑を進みながら、ここまで全国の団会の皆様のお役に立てるような活動をやっていこうということで、ここまでやってまいりました、そしてですね私、28年度から出向させていただいている中で、各歴代の会長、とても尊敬しています、そしてその尊敬している会長に引きを取らないほど尊敬をしていたのが専務理事です。 平成28年度初出向したときの専務理事は、岡村会長を支えました森田専務理事、覚えていらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思いますが、まあ、ほぼ役ではなくてですね、とてもこわもてで、でもとても心の優しい専務理事でした。最近でいきますとです、ね、令和元年度、田中信幸会長を支えました花市専務ですね。 もう、ミスター・ YG と言っても過言ではないと思います。で、令和2年度、メーラー会長を支えましたあ高久新平さん、もうもはやカリスマかなというふうに思っているぐらいすごい人だと思っています。そして、今年度、令和3年度、吉川会長を支えます佐藤大輔選ワわくわくがあふれ止まりません、素晴らしい専務だと思っています。そそししてそんなな素晴らしいいたちには全く及ぶ自信がない 私でございますですのでそんな私は令和4年度の皆さん役員の皆さんの力を借りてしっかりと西村会長を支えていければというふうに考えておりますさてやさてですね、えー、そんな西村会長です西村会長は私にとってとてもとても魅力あふれる人間です とても人間らしいです蕎麦が好きですお風呂が好きですサウナが好きですそして携帯をよくなくしますそして財布をカバンごと忘れますとても人間らしい素晴らしい男ですそんな西村次年度会長ですが痛みを知る人間でもあると 私は考えています昨年度から始まりましたコロナ禍、各ブロック大会、全国会長研修会、全国大会と、ハイブリッドやオンライン開催になりました、今でも、そして今年,今年度も、各ブロック大会、この会長研修会にも爪痕を残しています。 今でも思い浮かびます、ブロック代表理事、それから各大会会長のつらい表情、そこちらにいらっしゃいます、サバエ YG の皆さん、幸せ福井サバエ大会の会場のスライを見たときに、私はとても悲しくて悔しくて、涙があふれて止まりませんでした、そして雨も降ってました。そんな痛みを知る 人の痛みを知っている西村次年度会長です。これから皆さんと共に全国の団会の皆様が元気に活躍していけるような、そういう YG を担っていく西村会長です。そんなハヤドルをですね、あげまくって、この西村会長にご挨拶をいただければというふうに思います。では、お願いする前に、 大きな大きな声援をよろしくお願いいたしますそれではお願いしますえ皆様、えー、こんにちはだいぶ待たされましたね <laughs> しかもあのサバイワイ G の紹介まで奪われて <laughs> 私の初心の中で 紹介するべきところじゃないかなというふうに思うんですが、ねまあ、そういうあの専務候補者、専務理事候補者でございます、1年間、彼と一緒に頑張っていきたいというふうに思います。改めまして、日本商工会議所青年部、令和4年度、会長予定者の近畿ブロック、福井県連、サバイ・ YG、西村昭弘と申ししますどうぞよろしくお願いいたします。 YG に入会してはや15年全国大会の開催地立候補意思表明から足掛け7年日本 YG に出向して丸5年が経ちましたようやくここまでたどり着くことができましたこれまで 多くを支えていただきましたすべての皆様に深く深く感謝を申し上げたいというふうに思いますありがとうございます、えー、そして本日は先ほども紹介がありました通り、えー、福井県連そしてサバ YG のみんなが応援に駆けつけてきてくれております ちょっと私、横断幕をしていただくのも初めてで、ちょっと恥ずかしいぐらいなんですけれども、のその気持ちを本当に嬉しく思いますし、今日会場に来れなかったサバイ・ YG のメンバーも、現在、サバイの方でサテライト会場を設置して、オンラインにてこの初心を視聴いただいているかと思います。私はこれまで福井県連やサババイののメンバーの 存在を近くにこう感じることでこれまで多くの困難を乗り越えてくることができました本日のこの初心の場所もですね福井県連サバイ YG のみんなの思いを背中に頑張って初心を述べさせていただきたいなというふうに思います私たち YG は この2年間、本当に悔しい思いをしてまいりました。新型コロナウイルスのパンデミックにより、私たちの根幹である交流の在り方でさえ制限され、変化を余儀なくされ、そして時には避難もされました。地域の にぎわいづくりをはじめとする地域活性化事業などは軒並み延期や中止となり継続することすら困難になり地域の YG 活動の明るい未来像を描けずにいる今なお全国の多くの YG が 思い描いた活動ができずに苦しんでおります。日本 YG は、単海の未来のために存在しております。だからこそ、強く思います。今こそ、日本 YG が全国の単海活動の支えとなり、 後押しをする日本 IG に所属していてよかった、日本 IG の事業に参加して、未来へのヒントを見つけることができた、日本 IG ありがとう、そのような声を全国の単会会長の皆様からいただけるような事業を、令和年度、今日集まっています。 役員のみんな、そしてこれから集まってくるであろう出向者の皆様とともに作り上げ、提供してまいりたいというふうに思っております。総会の際にもお伝えをいたしましたが、令和4年度は平成30年度に掲げた日本 IEG 中期ビジョン2018-2022 の最終年度であります日本 IG 中期ビジョンの最終年度を迎えるにあたり日本 IG 中期ビジョンで掲げたスローガン「礎すべては単海の未来のために」この思いを実現するべくすべての活動において DX による 生産性と付加価値の向上に取り組み新たな YG 活動の在り方を追求してまいりますそして中期ビジョンに掲げた5つの行動指針その行動指針にのっとり総会から会議体そして各種大会広報ブランディング研修活動 国内外のビジネス活動、組織の活性化、そして政策提言、ビジョン策定まで、日本 YG だからこそできる、単海活動の支えとなる事業を追求し提供してまいります。そして、令和4年度は、日本商工会議所100周年、日本 YG40 周年の節目の年でもあります。 この節目の年を迎えるにあたり、これまでの日本 YG の活動をしっかりと振り返り検証し、これから先の日本 YG が目指すべき未来への道しるべとなる新たな中期ビジョンを全国の会長の皆様とともに作り上げてまいりたいというふうに考えています。 これまでの全国の先輩、諸兄の皆様が礎となり、私たち YEG の連帯の証を次ぎ、紡ぎつないできたからこそ、現在の私たちの絆があります。40周年を迎える私たちもまた確かな礎となり、共に未来へと 新たな一歩を踏み出してまいりたいというふうに思っております。え結びとなります。長引くコロナ禍の中、改めて y g 活動について自、自問自答する日々が続きました。私たちは今、y g の存在意義や、所属する意味、 YG の持つ可能性について、どのように捉え、どのように今感じていますでしょうか。YG 活動は、理想の自分に近づくことができる。YG 活動は、地域の未来を想像することができる。一人ではできなかったことでも、YG の仲間がいれば、 夢を実現することができる。私たち一人一人が YG 活動に輝きと誇りを見つけ出すことができたなら、どんな暗闇の中であっても、どんな逆境の中であっても、私たち YG は世界を変えることができる。私はそう信じております。 地域の未来を作るのは私たちです。今こそ未来への理想を掲げ、共に新たな一歩を踏み出してまいりましょう。希望あふれる未来へと続く新たな y g の物語、YG ストーリーを共に作って参りましょう。一年間どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。